2日目はご紹介しましたようにアーティスティックプログラムです。まずはペアの演技からご覧いただきたいと思いますが、Ladies and gentlemen, from Russia, Oksana Kazakova and Artur Dmitriev. カザコワ、ドミトリエフのペア。長野オリンピックのゴールドメダリスト。今シーズンはただカザコワ、女性の怪我でちょっと練習不足が気になると話していましたが、ペアの魅力は八木沼さんどんなところでしょう。そうですね、やはりそのこの2人で合わせてダイナミックな演技を見ることができるというところじゃないですかね、はい、男性が女性を放り投げて、女性がジャンプを飛ぶあの高さというのはシングルの選手では味わえない凄さですからね。そしてこのカップルは体の女性の体の柔らかさに注目してもらいたいですね、はい、ハンドですね、男性の方が。そういう信頼関係を築き上げていくのっていうのはどうやってやっていくんですか。やはり毎日練習をしていきますから、その中で信頼関係というのは生まれてくると思うんですけれどもね。でもこのペアの場合、やはり怪我はつきものなので、このお互い本当に信頼していないとなかなか難しい技にも挑戦できないんですよね。リフトです。このバランスは難しいでしょう。難しいですね。今男性が女性を一回持ち上げて、持つ場所を、手の持つ場所を変えて違うリフトに移りましたね。これ難しいですよ。男性のパワーもそうですが、タイミングも難しいでしょう。そうですね。この柔らかさですね。
見事でした。カザコワ、ドミトリエフ。さすがオリンピックゴールドメダリスト。スロージャンプの失敗は一度ありましたが、その後見事に回復しました。カザコワの怪我の練習不足というのはどうですか？少しどこかに出てますか？そうですね。でもそれは感じさせないですよね。そうですね。これが一番最初の、はい、ちょっと失敗してしまったジャンプなんですが、今度は女性を持ち上げたまま、これは難しいですね。なかなかタイミング合わせづらいですね。はい、2日目アーティスティックプログラムのまず技術点、9.7、 1人だけ、あとは全部 9.8 です。9.9 が並びました。